ラウンド2無事終わりました。結果12、ホームコース、今回はかなり、いろんな気持ちで戦ったレースだったんですけども、タイヤトラブルにより、予定よりか多くピットに入ることになってしまい、戦略も僕らが思っている戦略でレースができず、本当にたくさんのファンの人たちに応援してもらった中で大変申し訳ありませんけれども、こういう結果になりました。今回の500キロレースで得たことももちろんあるので、それをですね、生かして、鈴鹿タイ、そしてまた富士もありますので、全開で、頑張っていきたいと思います。この度は本当にたくさん応援していただいて、こんだけお客さんが入るレースってゴールデンウィークの富士が一番だと思うんで、本当はそこで表彰台に立ってですね、皆さんに恩返しをしたかったんですけども、ちょっと本当に恩返しができず申し訳ありません。次戦も頑張りますんで応援よろしくお願いします。